第1回お絵かきバトルよ。はい、ということでですね、チアズミ TG の会です。ジョキョです。キラです。はい、ということでですね、今回は、思い出しお絵かきバトル対決をしたいと思います。ででん、フォーマットはね、僕たちの大好きなスタンダードで KTK からカラデシまでが対象になります。その中で一人がお題を出して、その中のお題の絵を描いていって、優勝を決めると。そして一番ポイントが少ない人には罰ゲーム。罰いや久しぶりだね。罰罰おやおや、なんか穏やかじゃないよあそこにあるウォッカを一気飲みしてもらおうかな。嘘だろ重いさあ、ということでですね、早速いきたいと思います。順番決めましょう。最初はじゃけっぽい、そしてグッチャンケっぽい、僕最後ね。はい、ここ2番目。はい、じゃあ僕からいきたいと思います。それでは第1問、デデン、デデン、トゥースコレクター。トゥースコレクター、正式名称はシガ収集家。そうです。全然わかんねえ、何色かすらもうちょっと怖すぎたかな。いや大丈夫だよ、結構有名だよ。じゃあトゥースコレクターの、トゥースコレクター、ザキオさんはもう完全思い出しお絵かきバトルに入った。もう思い出しっていうよりも想像だよじゃあ、いきます。目が特徴的。はい、ということでですね、早速発表していきたいと思います。自信ある人。でも俺ちょっとこれね、自信あるかもしれない。あ、逆にね、逆にね、あの知らないだけに、もしかしたらワンチャン当たっていいんじゃねえかっていう。はい、どうぞ。いきます。ででん、あはは、ぽいぽいぽい、トゥースコレクターっぽい。なるほどなるほど。はい、次ユダイ。次ででん、あー、ぽい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 、おーん、OK、 てれん、おーん、あ、二人ともなんか似てるね。あ、なんかそういう感じなんだ。知ってるから、ね、うん、そうだ、これでございます、ね、はい、ということでですね、出揃ったところでね、正解を、正解を見てみよう。ポン、トゥースコレクター。はぁ、思い出しだと全然違うね。ほら、ここについてるね。髪、髪特徴的な、ドックみたいだね。ほら、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 うん、あ、かもしんない、ずっとつけがない感じ。はい、これ、かもしんないところは俺、分からないよいや、でもこれ一番遠くなっちゃったね。そうだね、いや、これ、ちゃんとね、でも顔の形そっくり。ほら、鼻高い。待って、これね、第三者がいないと判定がね。いやでも一番ひどいと思う。いやでも特徴あるから。まあでも僕じゃないですかね、一番優勝から、はい、優勝で。はい、じゃあ次第二問目いきましょう。はい、第二問目いきます。はい、では第二問目はデデン、何代の予見者で。おー、簡単。うわー、ちょっと待って、簡単。顔の形がすげえ細いってのは覚えてんだけど、ゲー思い出せねえ。じゃあ僕が言っていいですか。どうぞ。自信ある。はい、ででん、おお何2億足すって2億足す3万4868足す9万7627はって言ってる。うわ、何台何台出してるの、めんどくせえな。いや、何台です。はい、じゃあ次。はい、じゃあお題出したほうが、ん、ででん、いや全然違う、全然違う、これはこれは全然違うよ。でかいもん、体より。まず、はい、はい、あれ何それ。ここは雄大とね、近くここは合ってる。ここはあった。いや、こうはないよ、目だもん、あれ、あれ、あれ、こうここなんかあった気がする、言われてみれば。じゃあ、正解いってみましょう。こうちっちい、小顔のやつだったもん。はい、正解はででん、ほら、目じゃん。でもまあ、竜王っぽいところはみんな、コアだよ、コア。顔こっちじゃん、顔こっちでしょ、ここのちっちゃいやつでしょ。 目じゃない、目じゃない、これ、これコア。それは、あれ、その動いてるとこ見てないの。あんたに顔じゃん、こっち。顔とかそういうの、そういう概念ない。
顔こいつちっちゃいなぁ。そう、いやでもこれはまあこれもないじゃん。これはないな。これは 100% なくて、うん、いやこっちでしょ。いやこれ俺だと思うんだけど。いやあのね顔ちっちゃいんだよ。そう顔ちっちゃいんだよ。え俺こうやってもここでここ、あれこのコーナーから、うん、いや、うん、これ胸でしょ。いやー俺雄大だな。負けた負けた、くそー。で、今のところは1位、2位、3位、1位、2位、3位、はい、うん、ってことはもう、タキオさんがもうやばいね。いや、と雄大でしょ。そうですね、熾烈の戦いが、はい、どっちようかっていう、うん、はい、はい、じゃあ、はい、お題ゆでん、鋭い十端。おー、十端ね。うん、出端はね、もう、もうみんなで、ね、いっぱいお世話になってるからね。はい、うん、ででん、ずっと出端。あ、それっぽい、すごい。あ、おお、そうだったか。そうか、そっか、確かにこんなだったわ。あー、はい、やったわ。はい、次か。小学生の絵日記みたいになっちゃって。すごい、でもね、俺もあんまり一言で言えない。ででん、あーでもなんかこっちの方がぽい、まあ、いやでも俺のこの顔の形だったのよ。これ1位だ、これは1位だよ。でね、空ない、空ない、空はない、あいつは空ないのかー、うん、でん、はい、きたー。あ、結構上向いてんだねこれ。いやでもね空ある、空ある。まあ1位かなー、これだよねー。いいよってついてて、ちょっとついてくるの。だってこれもうオウムだもん。ランランランだもん。そうだね。そしてこの眼蓄のディティールもね、必要ですから。ここね、これ、ここ、いやここがね、なんか出てこなかったんだよね。そう、ただ口あるから俺ちゃんと。うん、確かに。ですから。うん。じゃあというわけで。はい。これはもう完全にね。2位はザキヤさんです、ね、はい、ありがとうございます。皆さんもね、友達とで、ね、やってみたら結構あの面白いかと思います。同じコマットやってる人同士だったらね、うわちゃーっていうの。モダンとかレガシーだともっとプール広いんで。そうだ、ね、あの時のあの懐かしのカード。これからまたあの連休紛争とか出たらね、ブロック追いかけたりとかで、ちゃんと今度から罰ゲームも決めてね、うん、やっていきたいと思います。じゃあまあ面白かったね、思ったより、うん、でも罰ゲームだよ、3位2回取ってっからまず、うん、いやいやいや、トッタンと最初持ってるから、次3位、3位半回、いやいやいや。ということで、じゃあ罰ゲームどうしようか。罰ゲームしっぺ5回ずつとかしておきます。そうだね、軽くね、あの過去よりは一緒っていう、うん、はい、じゃあ行くよ。あ、俺だ。そうそうでしょ。えい、行ってしょぼいなぁ。半回か、いったー、違う、あと8回あるか、あと8回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